皆さんこんにちは、魚谷有沙役の種崎敦美です。このキャラクターのここが一押し、私が好きなキャラクター、木下みなみさんとか武井誠くんとか、フルーツバスケットといえばみたいな、相馬家の皆さんももちろんなんですけど、フルーツバといえばっていう人たち、学校の中でわってしてる人たちが本当に大好きで、なんかなんでしょう、シリアスなのもあればコメディーなのも、本当バランスよく、とてもいい具合に全てが入ってる、なんだ、詰まってるのがフルーツバスケットだなって思うんで、そんな学校のギャーギャーの人たちがすごい好きですって言ったらすごい注目しちゃいます。ファイナルはどうなんだろうな。ここまでなんか始まった時って長いなこの先って思ってたんですけど、もう本当にあっという間でした。なんかすごい大切な時間を過ごしてきたなって思います。ついに最終章最後なんだなってすごい自分もドキドキしておりますが、ついに最終章ファイナル始まります。どうぞ見届けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。